マールチューブ始まるよ。皆さんこんにちは。長浜テレビ7月12日号の時間がやってきました。祖父の畑でたくさんの新じゃがが取れました。私は新じゃががとっても大好きなので毎日蒸したものを食べています。とっても美味しいです。それでは町のさまざまな話題をお送りします。まずはこちらの話題から。多くの人で中心市街地がにぎわいました。長浜市の中心市街地に多くの露店が並ぶ縁日が4日から7日までの4日間行われました。これは市街地のイメージアップと商店街の活性化につなげようと下中実行委員会が県内外の露店商を集め実施しているものです。地元の人から下中さんと呼ばれ親しまれている縁日の起源は大通寺の仏寺である下中の参拝者を出迎えもてなそうとしたのが始まりと言われています。長浜の夏の風物詩となっている縁日はコロナ時期を除き毎年開催されていて今年も多くの人が訪れ中心市街地一帯がにぎわいました。会場にはたこ焼きや焼きそば、金魚すくいや射的といった出店およそ100店が軒を連ね、訪れた人は数ある店の中から目当てのお店を探したり気に入った食べ物を購入したりしながら楽しんでいました。彦根地方気象台によりますと、長浜のこの日の最高気温は 33.5 度を記録する真夏日となり、訪れた人はかき氷や冷たい飲み物で涼をとっていました。会場では浴衣で縁日を満喫する人や家族で楽しむ姿が見られるなど、それぞれが長浜の夏の夜を堪能していました。毎年恒例の下中さん、今年も大にぎわいだったそうですね。私の友人たちもとっても楽しかったと言っていました。それでは続いての話題です。子どもたちがお店屋さんに挑戦しました。7日、子どもたちがフリーマーケットを開催する子どもマルシェが下草のまちづくりセンターで開かれました。このイベントは子どもたちが主体となってお店を出し、接客を通じてコミュニケーション能力を鍛えるとともに、お金の仕組みを学んでもらおうと、下草の地域づくり協議会が今回初めて開催したものです。会場には手作りのアクセサリーや雑貨、使わなくなったおもちゃや洋服などを販売するお店15店が並び、多くのお客さんでにぎわいました。お店に立った子どもたちは大きな声でいらっしゃいませと声をかけたり、来店したお客さんへ丁寧に商品の説明をしたりしていました。また店頭に並ぶ商品は10円から500円までに値段が設定されていて、子どもたちがお小遣いで買い物を楽しんでいました。この日、お客さんとして会場を訪れた小学生は、たくさん買い物ができて楽しかった。次は自分もお店屋さんとして参加したいと話していました。私も小さい頃、子どもフリーマーケットに参加しました。1回50円で肩もみをして、大儲けをしました。それでは、続いての話題です。水害について学ぶ企画展が長浜城歴史博物館で開催されています。現在長浜城歴史博物館では湖北の水害に焦点を当てた企画展が行われています。この企画展は過去の水害について学ぶことで
今後いつ発生してもおかしくない水害について市民が考えるきっかけになればと長浜市が開いたものです。会場には水害被害の様子や日常生活を取り戻そうと奮闘する住民の様子などを中心におよそ70点の資料が展示されています。展示品の中には災害発生当時の被害状況から復旧に至るまでの作業経過などが書かれた資料や、伊香葬厩舎の議員が会議で使用されたとされる議事録など貴重な資料を見ることができます。水害に関する展示ということもありまして、皆さんからはこんな大きな被害があったとは知らなかったっていうふうな驚きの声とかっていういただくことが一番多いかなとは思うんですけれども、最終的には今後の皆さんの防災意識につなげていっていただければというところがありますので、改めてちょっと気の引き締まる思いだったっていうふうに言っていただいた時は意味があったんだなというふうに感じたところです。この企画展は休館日を除いた7月28日日曜日まで長浜城歴史博物館で開かれています。昨今突然のゲリラ豪雨など異常気象が続いていますね。過去の記録などから学べることを通して日々の備えをしていきたいです。さて次回の番組内容の更新日は7月19日金曜日です。次回も街のさまざまな話題をお送りしますので、どうぞお楽しみに。